いやー、今日かっけえ、マジで超イケメンなんだけど。はい、どうもアニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回やっていくのはカリスマのリアクションですね。今回はテラくんでラブマイセルフ見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたカリスマのリアクションですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回でラブマイセルフテラくんの曲になっております。前回から個人曲のリアクションを始めていくっていう感じで、もうほぼほぼ月1の更新になっていくのかなっていうところ、はい、パラライの間に挟みつつやっていくよみたいな形にはなってるわけなんですけれども、前回のまあ理解さんの理解お兄さんの曲、まあちょっと絵面は理解しにくいなっていうところでもあるけど、どういう風な思想を持ってるのかっていうのはなんとなく理解しました。はい、もう秩序が行き過ぎてるのかなと思いきや、まあ行き過ぎた秩序を持っている方っていうのはまあかなりすごい伝わってきました。そしてそれをすごい愛している、秩序を愛し秩序を愛する自分も愛するみたいな感じになっていて、そんな中で自分を愛する慈愛のカリスマであるテラ君の曲になっています。相当自分を上げる曲になってるんじゃないかなっていうことで、まあなんとなくね、あのテラ君に関しては分かりやすくて助かります。うん、とにかく自分をボースティングしていく曲になっていくんじゃないかってことで楽しみにしていきましょう。キンキラキンな曲っぽいね。それでは聞いていきましょう。よーい、スタート。さて、テラ、ラブマイセルフ。まあまあまあ、おー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 、ラブマイセルフ。あー、オッケーオッケーオッケー。まあ、お、ドレス、自分を愛したい、美しいな、美しいから許されてる、慈愛。おお、なんだこのスイング感、あらすごいかっこいいじゃん。わお、うわ、わあ、わお、うわ、はーい、うー、ここいい、このジャズチックなジャジーな感じ、うー、自分を抱きしめる、わーお、うー、あーい、わおー、わあ、めっちゃいい、わお、あはい、かっこいい、でも超イケメンだなマジで、うぅ、うわい、うぅ、うぅ、かっこいい。ビジュアルめっちゃ好きなんだよね。うぅ、わお、でかい、でかいのビューティー、ラーン、オッケー、わお、いやー、でか、おお、What？ おお、変か、おお、うわ、かっけえな、マジイケメンだな、美しいね、超美形だな、わーなら、まーせー、わーなら、まーせー、はい、なんて言ってるか全くわかんない、のビューリー、のラン、いやー、今日かっけえマジで超イケメンなんだけど、やばいな、
5000回くらい転生してもこの顔にはなれなそう。人類じゃ到達できないだろう。それはテラだな。人間規模じゃ足りねえ。さあ超イケだね。マジやばいな。うわ、ちょっとこれは許されるな、でも。うわ、ちょっと待って、これは許されるな。慈愛が。てか、これで慈愛しない方が失礼だろ。はい、というわけで、2回目はリリックに注目しながら聞いていこうと思います。よーい。スタート。さあ、行きましょう、ラムセーフ。ラム、マイセーフ。超かっけえ。いや、これはもう慈愛になるよな、こんだけかっこよかったら。やばい、でもビジュアルだったらめっちゃ好きだわ。超イケだな、マジで。これで、本当にこれで慈愛じゃなかったら、ちょっとその人の人生疑うもんな。僕だってこんなに美しく生まれたら慈愛にもう満ちるわ。本性っていうのがいいよね。けど僕がいる限りってことだろ、言っちゃうと。わお、不安にマスクっていうところがね、また全てのありのままを映してる感じだね。なんかトラウマがあるのかな。反発に聞こえるね、でもこれ。反発のカリスマがいるからややこしいけど。なんか嫌なことがあった反抗心的なもので来てるのかな。自分の美しさを一番に信じるようになったとかなのかな。いや、かっこよすぎる、マジで。ちょっとダメだこれ、ちょっとやばい。わお、心畳みかけやべえな。うわ、結構暗い性格だったのかな。でもこんな男の子に暗い影あったらもう好きになっちゃうんだけど。切って新しい世界。ノラン。わあ、いいな。どうなんだろう。なんかでも暗いの見えるね。この子は。ここね、また。この声。声まで美しいのか。黄色。わー、無理だよ、君みたいに美しくなれない。でも心が美しければ追いつけるのかもしれない。わー、英語全く分かんない。オッケー、まあでもとりあえず自分を愛せって言ってるね。わー、あー、ついてきます。一緒、一番のビューリー、照らした揺るがなこの世で一番のワン。なんかどことなく、なんだろう、クリーピー味もあるよね、ちょっと。いいなー、めっちゃいい。このスイング感もマジたまんないし、このさ、このかっ、このなんかちょっと右下をこう、なんか憂いを持った顔が美しすぎる、マジで。でもこのパーって開けてる顔がかっこいい、やばいな。これはちょっと僕好きになっちゃったな。あんまり全員曲じゃ印象なかったんだけど、テラくんは。超かっけー、やばい、めっちゃ好き。かっけー、かっこよすぎだろ。ちょっと待って、やばい、めっちゃ好きになっちゃった。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、やばいな、ちょっとかっこよすぎるな、やばい、ちょっとやばい、ちょっと今まで全員個性で判断したけど、ビジュアル一番好きかもしんない、テラくん。でもこのテラくんかっこよくない？
ない？なんか全曲の時よりなんか美女仕上がってんだけど。マジでかっこよくない？ちょっとマジで好きなんだけど。あんまり、なんか、やばいんですけど、私乙女になっちゃったわっていうところでもあるんだけど、めっちゃかっけえわ。しかも曲も。どことなくスイングしながらジャジーな雰囲気をまといながらも、なんかリリックに憂いがあるんだよね。今までなんか多分、まあ、すごい月並みなね、こう推測をするとなんかいじめられてたのかなとか、美しすぎて、例えばお前、やっぱり髪も長くて、ちょっと女性顔じゃないですか、中性的じゃないですか。だから、お前女みてえだなみたいなこといじめられてたりとかして、自分の見た目とかあんま好きじゃなかったりしたのかなみたいな。でも、ある時、自分の、何、見た目を好きになるだったり、自分を好きになるっていうことを知って、そっちに目覚めたみたいな。この、やっぱり自分って美しいんだっていうことを理解して、いや、なんか本当にひたすら、周りからのなんだろう、こういう意見を遠ざけるために自分を愛するっていう形で始まったのかなとか、いろいろと妄想はできるよね。そっから始まって、どんどん自分を好きになっていくと、やっぱり自信もついていって、で、ここのカリスマまでのし上がってきたみたいな雰囲気があるのかなっていうところ。でもやっぱりこれってさ、なんかこちら側の人間に語りかけてきてる、カリスマでない凡人側に語りかけてきてるのかなっていう風に見えがちではあるけど、多分これって過去の自分とかに言ってんじゃないかなっていう風に思うよね。いや、いいな。リリックがめちゃめちゃ良かった。それでしかもこの、やっぱり曲もすごい好きだし、で、歌うまいし、いや、でもやっぱりビデオのビジュアルがすごいイケメンだな。ちょっとあんまり全曲の時印象に残んなかったんだけど、テラくんって歌担当だったりしたし、ねえ、テラですっていうさ、やっぱり自分に酔いすぎてて、なんかついていけないな、みたいな雰囲気があったけど、これ見たらね、結構、なんか近い距離にいるなっていうのが分かったから、すごい好きになった、テラくんは。なんかね、なんか距離近くない？この子。なんか、あんまりこうかけ離れた、本当にカリスマだからすごい遠い存在だわっていうわけではなく、なんかすぐ近くにいてくれそうだなって感じ。自分が好きすぎて周りをおろそかにしてるっていう考えじゃなさそうな雰囲気があったね。なんかやっぱり自分のワールドを持ってるからこそあんまり人を寄せ付けないタイプなのかなって思ったけど、なんか自分を愛しなよみんなっていう感じの、割とやっぱり競争の素質はありますよね。競争の素質はある。まあ、多分カリスマみんなそうだと思うんだよ。みんなね、多分ね、競争じみた何かしらの魅力を持ってるんだろうけどね。前回のやっぱり理解お兄さんもそうだったけど。でもやっぱりリリックを見てもいいよね。鏡を鏡さん。今世で一番美しい人を映したまえ。まあ僕しかいないけど。この今世でっていうところがいいよね。僕がいる限り、僕がいる今は、僕が一番美しいんだよねっていう、その自信だよね、言っちゃうと。他の時代はわかんないよ。今までの時代に勝つとまでは言わないっていう、なんかちょっと謙虚さ。この世でだったり、この世でっていうか、なんだろうな。なんて言ったらいいんだろうな。なんか、世界で一番とか、なんか歴史上とかいう、そういうスケールではなく、やっぱり今世でっていうところが、なんかちょっと、ミニマムとは言わないけど、なんかある程度自分の中の世界があって、その中で一番美しいのは僕なんだよねっていう、なんか、テラくんワールド的なものを感じるし、それに不安にマスクした過去もいつからか消えてっていうのもいいよね。マスクして顔を隠すんじゃなくて、もう麗しい僕が、マスクを外した僕が、君に愛を教えてあげるよっていうところ、自分を愛せるっていうのをね、教えてあげるよっていうところ。理解お兄さんはついてこいって感じだったけど、テラくんは正面切ってこっちに話しかけてくれる感はあるよね。そこはすごい好きだなっていうところ。見上げる形の理解お兄さんに対して、やっぱりテラくんは結構近い。言っちゃうと、やっぱり理解お兄さんはかなり遠いステージの上っていう感じ。そんな感じがするけど、なんかテラくんは、なんか本当に何？教卓の上ぐらいの感覚の距離感で、いろいろと教えてくれてるなって感じがあって、めちゃめちゃ好きだし、もう美女も好きだし、いいよな。でもこの見とれたい、見とれない、この世で一番のビューティーとかさ、いや、このリリッてかさ、やっぱり人間のさ、欲の部分をさ、刺激してくるよね。やっぱり、ねえ、人間ってそうじゃんとかさ、やっぱり哲学的なことを言っちゃうとあれかもしんないけどさ、だから僕なんかは特に自分に自信をあまり持てないタイプではあるから、こういう風に、もう開き直った自信家の曲を聴くと、なんか自分も自信持っていいのかもなって思わせてくれるような感じ。なんかまさにカリスマって感じがするな。すごい好き。なんかこう、自分を救ってくれる感じがあるのがいいよね。自分だけを見ているようで、その影響が他人にもこう波及している感じが、カリスマって感じがしてるし。いや、でもどこかさ、やっぱり影があるのがいいよね。押し殺してちゃ本当の自分にさえも出会えないよっていうところとかさ、多分目の前のなんかそういう人に話しかけてる、ね、架空の人に話しかけてるのかもしんないけど、僕もわかるよ、その気持ちっていうのが、リリックの裏側にね、全部入ってる感じがあるんだよね。どれほどのこと超えてきたろう、あえて言わないけどっていうところとか、いや、やっぱり影があるよな、ちょっと。
いろいろと辛いことがあったけど、ね、でも今自分を好きになって幸せなんだよね。いや、いいな。Why don't you follow me? Ladies and gentlemen, come with me. あー、なるほど。自分について来いみたいなこと言ってるわけだ。あー、人生は違う。One life, one life. もう、うわー、まあ、わかんねえけど、もう自分の世界と人生を愛せよみたいな感じですね。あー、いや、いいね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 。めちゃめちゃいいな。めちゃめちゃいいな。いや、でも、ねえ、サビが好き。サビっていうの、フックっていうの、これはどっちなのかわかんないけど。あー、でもいいね。見とれたい、見とれないっていうさ。いや、そこマジで好きなんだよな。この音めちゃめちゃ好き。めちゃめちゃいい。いや、でもちょっとビジュマー今ってちょっとマジで好きになっちゃったな、テラ君。いや、このさ、いや、ここよ、このさ、1分53秒のところとかさ、この自分を抱きしめてるシーンとかさ、いや、もうどのシーンもね、かっこいいんだよね。あ、でもこの、ここがいいな。ここがすごいかっこよかったな。この、センスから外したところ。この、どれだ、レディーズ&ジェントルメン、カムウィズミーでこう、センスを外したところの、このな、なにこの目。超イケメン、マジで。ちょっと待って。いや、これもうこういうキャラ好きになっちゃうんだよね。なんか、やっぱりさ、こういうね、次元のキャラというかさ、ここまで美しいキャラって現実世界にいないじゃんっていう風に思っちゃうから。めちゃめちゃ好きになっちゃうっていうか、めちゃめちゃ語ってるわ、早口で。あー、いやでも好き。テラくんやばいかも。いや、今までいいよ、ねえ、本橋織くん、理解お兄さん好きだな、みたいな感じだったけど、ちょっとテラくん、この曲でマジでぶち上がったわ。めちゃめちゃ好きになった。いやー、いいな、全員好きになっちゃうかもな、これな。全員好きになっちゃうな。いやでも、ねえ、曲もすごいいいよ、本当に。僕、こういうジャジーなのも好きだしね。ボン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 とかさ。いや、自然と入っちゃうし、あー、めちゃいいな。なんか、なんだろう。なんだろう、これ。なんか、自然とさ、聞き入っちゃう感じの、心地いい感じのテンポ感で入ってきていいね。見た目はすごいゴージャスで、絵面もすごい派手なのに、なんでこうどこかこの音のキラキラな華やかさがあるんだろうって感じがするんだよね。割とジャズってしっとりしてる感じがあるけど、このなんかスイング感もたまらないんだよな、ラッパとかも。なんか内なるものの解放って感じがあるよね、この曲自体もね。なんか本当に辛いことがあったら、布団の中にくるまって聞きたいな。なんか自分に自信が持てなかったりだとか、なんかね、よくわからない人、やっぱり上司とかさ、やっぱり先輩とかにさ、自分を否定された時に、あ、落ち込んだなってなって、こう、もう寝る前とか、もう布団の中くるまってこれ聞いて、自分に自信を持ちたいっていう風に思うような曲です。そうすることで自己肯定感を上げていきたいなって思ったりもするね。いや、いいな。この曲すごい好き。いや、めっちゃいいな。カリスマやべえな。本当になんでこんなさ、全員曲がカオスなのにさ、個人曲こんなかっこいいの。やばい、マジで。超好きだわ。テラくん超好き。やばい。ちょっと待って、本当に恋しちゃったかも。私恋煩いしちゃったかもしれないわっていうところ。いや、いいな、いいな。でも、そういう目線に対してはどう思ってるんだろうね。慈愛のカリスマっていう感じだけど、周りからの愛に対してはどういう風に思ってるんだろう。でもどんなに周りから愛されても、僕を一番愛してるのは僕だよね、みたいなことを思っていそうだね。いや、いろいろと気になるところではありますけれども、かなりテラ君好きになりました。いや、ちょっと正直ここまでぶっ刺さるとは思わなかった。いや、やっぱりね、僕金髪にも弱いからな。金髪でイケメンだしな。中性的で超かっこいいし、でもここまでかっこいいと好きになっちゃうな、ビジュアル。いや、でも、いおりくんのね、このなんかどこか不安にさせるようなビジュアルも好きなんだけどね、っていうところで、次回いおりくんです。はい。今回はこんな感じで終わると思います。次回も元橋いおりで命短し尽くせよ奴隷。はい、聞いていこうと思います。何このタイトル？命短し尽くせよ奴隷。はい、とんでもないタイトルになっておりますが、来月末になるのかどうなのかわかんない。パラダイがまた一段落ついた時にまた更新されると思いますので、お待ちいただけたらと思います。はい、というわけでとりあえず今回はこんな感じで終わります。以上、テラくんでした。バイバイ。